2つ目は何が出るかな？開封。最後、5つ目、開封。こんにちは、おかんの沼です。今日は SNS で大人気のガチャガチャ、おにぎりング3を5個開封していこうと思います。全5種類すべて開封していきますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは、どうぞ。今回開封するガチャガチャは、キタンクラブさんのインスタグラムでも大人気だったおにぎりングの第3弾。こういったおにぎりの形をしたケースの中に、おにぎりの具の乗った指輪、リングですね、が入っているガチャガチャです。1弾、2弾の時はこの四角いケースだったんですけれども、今回の第3弾からはこの丸型のケースになっています。そしておにぎりのケースは2種類あって、白い白米のケースと角煮用の茶色のケースがあるみたいですね。これに関しては全種類欲しかったので、大人買いで5個買ってきました。それでは1つ目開封していきます。あ、その前にラインナップの紹介をしていきます。まずはネギトロ、だし巻き明太、野沢菜、焼きそば、角煮の5種類です。それでは1つ目、開封。お、これはネギトロのリングでした。小さい小ネギが乗っていて、上の部分は硬い素材でできています。つけてみるとこんな感じ。リングは少し伸びるタイプのものにはなっていますけれども、私は薬指がぴったりでした。ケースの中に入れるとこんな感じです。それじゃあ2つ目は何が出るかな。開封。お、これは2つ目はだし巻き明太でした。これも卵の部分も明太子の部分も硬い素材でできていて、焼き色がとにかくリアルですね。これもつけてみるとこんな感じ。はい、しまうとこんな感じです。それじゃあ3つ目、開封。これは野沢菜が出ました。野沢菜もかなりしっかりした素材で、周りに暗い緑の模様がついていますね。つけてみるとこんな感じ。野沢菜が一番発色が綺麗かもしれないですね。それでは4つ目、開封。お、これは焼きそばでした。これもかなり焼き目がリアルですね。つけてみるとこんな感じ。もう一回戻すとこんな感じ。さあ最後、5つ目、開封。はい、こちらは角煮が入っていました。角煮のツルツルプルプルってした感じがすごくリアルですね。これもつけてみるとこんな感じ。中に戻すとこんな感じ。全5種類並べてみるとこんな感じです。やっぱり色が綺麗なのはネギトロと野沢菜とだし巻き明太ですね。リアルなのは焼きそばと角煮でした。いかがでしたでしょうか。これから私おかんのハマった面白ガチャガチャや可愛いガチャガチャをたくさんご紹介していきます。ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。概要欄にツイッターやインスタのアカウント、おすすめ動画なども載せておきますので、ぜひご覧ください。それじゃあまたお会いしましょう。